416カービンってアタッチメント悩むよな。サプレッサー、フラッシュハイダー、角バレ、マズルブレーキ、コンペンセーター。でもこの右下の反動パターン見てるとコンペンセーターが使いやすそうかな。ちょっとコンペンセーター使ってみるか。ギャラリーの方いる。マジか、開いた。長谷川一人ですね。普段壊しました。来てるわ。先ですやばい。ガットさん空いてるんで。やばい、ガットさん、ここ割れるかも。ギャラリー開くわ。何見たか。うちアンクティーよ。マガジンを変えるぞ。エースが来てます。待て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 。酒さく酒さく。酒井さん、それ空いてます。いいよ。十五秒。十五、現地の方行くよ。ガッチさん、俺。時間切れまで十秒。あと五秒。オペレーターは残り一人だ。どこにいたの、ガッチさん、最後。ああ。なんかラペ割ってる音したな、今。この付近飛び出し来るかもワンちゃん。俺そっから行くわ逆に。外野っすよね。でもそれ列車外野っす。じゃあ家まだそっちは行ける。オッケー。入ったとこにもいない。そこはぶっ壊してたんだ。右側にいる一人。ビジルっすね多分。この辺りビジルがいると思う。爆弾が見つかった。お皿お皿だと思うよ。ビいた、ビジルいた。いたよ。階段？倒した。ああ、引いてるわ、家が。30秒ね。後ろ来たら分かるんで。オッケー。A 攻め。これ A 攻め。いやー、ちょっとそれは。電話するよ。あと15秒。あー、ジャーマキか。今日っぽいないっすよ。いいよ、今日っぽいってじゃん。ディフューザーを落とした。ディフューザー。ああ、残り一人だ。ディフューザー作動中。あるある。ワンワンワンを通過。ああ、お前来てるからもうこっちは行けないよ。きついよな。でもラペ削れた段階で一人行った方がよかったね。壊れなさすぎるやろ。上開けました。落とした開けました。うわマジか。カフェの中からハッシュ引くわ。ハッシュ引くわ。多分まだあのバナヒもいるから一緒にセットで。 E 側いるね。このシャワーのとこ入っとくわ。うまいよ。階段いる。 N がいる。トッケビ。アガジンを変えるぞ。え、 N 回1人確認。上裏入るわ。オッケーと来たかも。オッケー。ディフューザー2回落ち。15秒。開けたの方が、開けたの方が。時間切れまで10秒。取って降りてくるしかないから多分。残り5秒。それは OK。それは OK。また開けた、開けたぞ。降りるよ。降りるよ。ここに落ちてる。こっち、桜坂しかもうほぼキルしてないじゃん。レーザー見える、2階。なんかいるわ。あ、開けとかには、開けとかには。
あれね、いるわ、できるわ、いるわ。どこそれ、デイケア宿舎、いや、宿舎、宿舎、宿舎。殴りますね、自分。降りるよ、一回正面、降りた、飛び降りた。イエーガーがいる、イエーガーがいる、列車出ちゃう。あー、カフェ行った、ナイスナイス。ビジル、やばい。オッケー、イングレ使い切り。左行ったな、ガーゴイル側にビジル行った。ビジルが上げるの食いそう、呪文いたからね。あー、マジか、カブカンか。あー、カブカンじゃない、あれか、なんかワンだ、カメラじゃない、空き替え、カメラ。壁の中、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 分かってる、分かってる、分かってる。やっとるわ。いや、ごめん、カベイラがダウンだと思っちゃったわ、一瞬。列車来てない、まだ。あ、いる？オッケーオッケー。ダブルいますよ、カブトと。うんねえ。調べ。兼近さん、一回、あれ、下のバリケ割ってあげてください。レーザー見える。カフェも入ってる。カフェ、あっち入ってます。あー、一回入ってきた。なんだこれ、ピンカだ。プリッツも入ってますね、カーブ。ピンカカット。列車いるよ、見てるよ。オッケー、入るか。カフェと、カフェに足とティッチ行ったり。入ってくる。あー、ツイッチ開け替え、開け替え上。N 回見てます。ツイッチロング見てますね。やばいかも。いやー、抜かれたか、それ。あと10秒、敵オペレーターが1人。生きて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 、隠れて。はい、ここまで見てくれてありがとうございます。最近はね、こんな感じで後半にナレーション入れるようにしてるんですけど、いやー、いいですね、コンペンセーター。久々に家側にね、コンペンつけましたね。結構ね、マズルフラッシュ苦手で、それもあってね、フラッシュハイダー採用してたりとかしてたんですけど、やっぱ、はい、後半のね、リコイルが結構こう気持ち悪い感じのブレするんで、416カービンとかは意外とね、やっぱコンペンセーターの方が相性いいんだなっていうのをね、つくづく感じました。っていうかね、今回はまあ、動画的には家側ってことになってるかと思うんですけど、意外とね、今シーズンはほんとコンペンセーターがね、かなり安定感が上がってて、というか、僕結構攻めの武器とかはフラッシュハイダー採用してる率が非常に高いんですけど、意外と今シーズンに関してはフラハイ外してコンペンにしてやってみたりとかで、結構ね、あー、なんか変わってるなーっていうのをつくづく感じますね。やっぱなんかな、まあフラハイのいいところって最初の数発くらいが安定してるんで、僕はね、ちょっと R4C に関しては絶対フラッシュハイダーの方がいいかなと思ってるんですけど、まあ、別にこれは好みなんで、あれなんですけど、やっぱこう初段がどうしてもね、リコイル制御しづらいかなっていう銃に関してはやっぱフラッシュハイダーだけど、まあ初段は全然安定してて、後半のリコイルがやっぱね、ちょっとこうもっと安定させたいよっていうんだったらコンペンセーターって感じで、そういう分け方するといいのかなっていうのを今回はね、感じました。で、そうですね。まあ、イエーガーに関しては、なんか、本当に、ね、特に最初、そんなにブレないで、後半のブレが特にね、強めの銃ってなってるんで、まあ、そういう意味では、やっぱりね、コンペンセーターのが相性良かったのかな、というふうに思います。意外とこう、なんていうか、足の速いキャラなんでね、アッシュみたいな感じで動きながら撃つとかもあると思いますし、あとは、ま、本当に、どんだけね、撃ちながら戦えるかみたいなとこも結構重要なオペレーターになってると思うんで、まあ、そういう意味では、意外とそういう使い方、まあ、コンペンセーターを、まあ、打ちながら戦うために採用みたいなのもいいのかなというふうに、はい、思いました。まあでもそんな感じで意外とね、英国サイトとかじゃないんで、こう、家側も。っていう意味では、まあ、当倍サイト愛用してるっていうか、まあ、防衛に関しては当倍ばっかなんでね、意外とコンペンセーターをね、サクッとつけちゃったら、初心者の人なんかは、よりリコイル制御しやすいものになってくるんじゃないかなというふうに、はい、思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価をポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。
他にもおすすめ動画、最新動画もぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。